どうも、ジャムです。今日も対戦ツーキーパーの対戦やっていこうと思います。まあ、まずは、やはりね、3戦ぐらいアップして、いつも通りオンライン潜っていこうかなと思います。では、やっていきましょうか。パンダのパンダ消せたのがでかい。スコア全然いいですね。さて問題は本番だ。練習で良くてもね、本番で良くなきゃ意味がないですからね。よし、じゃあオンライン潜っていきましょうか。前回の4連勝中ですね。4連勝中から。
造形したつもりだったんだけど、なんで今動かしてなかったんだ。これ結構自然連鎖に助けられた感はまああるけど、まあでもアタックちゃんとに更新しましたね。相手ディフェンス80ぐらい ?90 ぐらいだな。これは強い。ニューレコードにしました。自然連鎖がかなり噛み合った感はあるけど。はい、ありがとうございました。まあ、本当にトップ層になると、まあ、あの最後の像を消せるか消せないかで勝敗が分かれたりするので、はい、再びゆたりさんよろしくお願いします。最後の像を消せたらもう自信満々のスコアになったと思います。はい、ありがとうございました。3回連続当たるのは初だな。おっと、4回連続当たる。4回連続、はい、ゆたびんさんよろしくお願いいたします。
はい、4連続対戦ありがとうございました。いやー、レート結構増えましたね。2532、646今来ました。さあ、まあまあ来ました。いやー、ここまで来たか、ついに。あ、ちょっとね、言っておこうかな。まあ、もしかしたら、そろそろちょっとズーキーパーの闇に飲まれる可能性はあるんですよ。まあ、それはね、なぜかと言いますと、まあ、実はこのゲーム結構チートっていうね、まあ、チートツール使用者が多発していて、まあ、上位陣には相当多いんですよ。少なくとも4年前、俺が全盛期の頃の4年前は、めちゃくちゃいたんですよ。まあ、今いるかは、ズーカー知らないんでわかんないですけど。まあ、多分いると思うんで、まあ、もうそろそろ2500レート超えてきたところあたりから、ちょっとズーキーパーの闇に飲まれる可能性はありますね。まあ、そういうわけなんですけど、まあ、しっかりね、やっていきましょう。まあ、もしちょっとチートだって怪しい人がいたら、ライバル登録して、このプロフィールが見れるんですよね、ライバルリストで。で、ライバルリストで、その最高アタック値とディフェンス値を見て、異常な数値だったらチートっていうことになります。それが判別、チートかどうか判断する材料になります。そう、こんな感じに相手のプロフィール見れるんですよ。ライバル登録っていうのをする。まあ、自分だったらこの最大アタック1072、ディフェンス716、チェイン45っていう。こういうのが相手にライバル登録されると見られるんですよ。俺が全盛期の頃も確か2000後半ぐらいだったんですよ。なのにもうチートやばいですからね。普通に4000、5000、もう6000とか言ってたり、ディフェンスですら3000とか言ってたりする人いるんで、明らかにやばいんですよ。まあ、そういう人とはちょっと、まあ、対戦をね、拒否していくつもりなんで、まあ、もし、チートが当たったら、ね、しっかりライバル、ちょっと怪しい人がいたら、ライバル登録して、まあ、ちょっと確認をね、しながらって感じでね。まあ、ちょっと今日長くなってしまいましたね。ちょっと雑な入っちゃって長くなってしまいましたけど、まあ、今日はこんな感じで、お疲れ様でした。まあ、もしよろしければね、チャンネル登録の方と、評価の方も、ぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。